違う、かわいいって言う。ちょっと足が、片足上がってるぐらいになったな。ああ、そうですね。やっぱ撮影で、まあ、いろいろコミュニケーションして、まあ、だんだんちょっと、近くなったっていう感じはありました。それで、うん、いい表情は撮れたなと思うんですけど。はい。いつも撮影とかになるとカメラの向こうに目があるんだと思うとすごく緊張するんですけど、カメラマンさんとの相性、例えばお客さんとバンドの相性だとっていうのもあると思うし、それと同じでとても今日のカメラマンさんはとてもやりやすくて自然にできたので、感謝しております。具体的に印象に残っているそのカットとかシーンみたいなのはどこですか？バッグをかぶったところですね。かぶるんだと思って。あのアイデアはどなたから来たんですか？どなたから来たんですかね。カメラマンさんですよね。あ、いいんですか、かぶってって思いました。実はそのクリスタルボールでもバッグいろんな種類あって、そういう撮影の時には実際こうかぶっちゃったりとかしているのは、まあ、やったこともあるんですけど、その撮影している空気感の中でなんかこうみんなで遊び心が出るとき、みたいなのはもうそれに乗っかっちゃった方がやっぱり楽しい作品にもなるし、その考え方はうちのブランドにもすごくつながっていて、ものづくりをしていても、はい、ブランドとしてなのでね、大賛成でやってます、はい。あとまあ、小物系でキャンディーをこうばらまいてみたり、あとはキラキラの、これをつけてみたり、まあ、そういうようなアイデアもこうあったと思うんですけど、そういうアイデアについてはどうですか？今回のその純ちゃんのキャラには合っているし、まあ、ナイロンという雑誌と、あとはまあうちのこうみんなでの絡みの中ではすごく何だろうな、ちょっとポップな感じで仕上がってるなっていうのもあるので、多分そのテイストは毎回毎回今後つながっていく中で、いろんなそのクリスタルボールの面が見える感じなのかな、そのうちの一つだと思うので、すごい面白かったです。じゃあ、OK です。すごく奇抜な服が好きなんですけど、はい、これのジャケットでいいんですかね、これは、のシルエットがすごく可愛いのと、あとスカートも、もうこういう奇抜なの大好きです。あ、そう。はい。